はい、どうも、森木です。後ろから突き飛ばされた時の対処法を今日はご紹介していきたいと思います。物騒な事件があってですね、いきなり後ろからボーンって押して落としてくる、まあ、こんな事件がね、あったわけですね。自分の身は自分で守らないといけないですし、はい、そういうね、対処もちょっと知っとかなきゃいけないです。で、一回じゃあ僕のことを押してください。あ、もう動きをしてます。あ、無理っすね。変えます。どう？あ、後ろからいきなりドーンって振り向きで疲れたら飛ばされます。電車でも横断歩道で振り切れてもですね、イヤホンつけてスマホ見てこれやっちゃうと落としてみたいな、で気配も気づけない。こういう人はなーてか、なんかちょっと規制を上げたりとか、なんか仕草音が聞こえたりとかあるかもしれない。例えば電車並んでる後ろ取られるかもって時とかはなるべくただ見ない。この情報を全てなくさないことをまず大事にする。いつ標的になっているかもわからない。自分の身を守るためにこの1秒、2秒のこの動作、これがあるだけで全然変わるんじゃないかなと思います。前からの攻撃には足を前後に割れば強い、うん、これね、力をかける、うわーこれは強いですね。はい、友達、押してください。はい、これはね、弱い。そうですね。はい、なので横の動きも同じ。はい、ここ立ってください。押してください。どうくそどうくそ。はい、開いてください。力の方向に対して足が開いていれば、まあまあ対抗できるようになるんで、覚えててください。それ知ってるだけで回避できるかもしれない。まあ僕の、またこのジムとかでも、レッスンとかも、パーソナルレッスンから集団のレッスン、まあいろんなクラスもやってますので、もし興味あるよって方は、概要欄から、公式 LINE から募集してますんで、そちらからメッセージをお待ちしてます。という感じで、今日の動画は以上で終わりになります。ありがとうございました。